ないよ。まあいいや、こいつは俺に任せろーということで、皆さんこんにちは、ネギボーです。ですね、ここに台本があるので読んでいきますけど、簡単な番組説明をさせていただきます。〇〇シリーズということで、今回私ネギボーが告知機は俺に任せろということで、本日5時間ほど実践を行っていきます。で、今回告知機となってるんですけれども、まあ、告知機というふうにしたのは、僕が好きな台を打つにあたって告知機としておけば、今の機械って全部告知貼るじゃないですか、だから何でも打てるじゃないですかっていう理由で告知機にしたので、完全告知というわけではございません。あ、パッチタウン始めました。あ、これ映ってるのね。ワンバー映ってるんだけど、ワンバー入ってねえんだよ本当にさ。ったくもう今ね、パッチするワンバーしか打ちたくないからね、正直で。あ、ちなみにですね、本日お邪魔しているホールさんの紹介です。茨城県にありますパーラ東横店さんです。勝田駅から徒歩10分ぐらい、車だと3分くらい、パチンコ160台、スロット120台の大型店舗さんとなっております。また駐車場も155台、電車でも車でも便利な店舗さんとなっております。ということで、うちからもね、あの、あれ、なんかフォーカスが、ほら、ピン、おっと、フォーカスが、パークほらほら、もうさ、カメラもボケボケだよ。これさ、もっとこういう風にしようぜ。パチタウンの宣伝してるみたいじゃん。そうそう。そうそうそう。そうそうそう。そうそう。別にいいんだけどね、パチタウンさんもね。パチタウンさんにもっと仕事ください。はい。告知はこのぐらいかな。なんだ、今日は台本があるんですよ、珍しく。皆さんこんにちは、ネギボーです。今日は久しぶりの一人実践ですが、好きな台を打ち頑張ります。本日の投資状況、台の状況等をお願いいたします。ですね、そうですね、僕は今日打ちたい台があるというか、東横さん、まあ、昔の台が結構あるんですけど、番組として成立させられる台がって考えたときに、ちょっと難しいなと思いまして、で、僕は朝一から、朝一って言っても今日開店が9時なんですけど、10時に来まして、で、10時に来たところ、もうすでに打たれてたんですよね、台が。で、結構自分が打ちたいなと思ってた台が埋まってて、で、稼働が開くのを待ってたんですけど、待ってました。で、まあ、15分ぐらいかな、で、台の方開きまして、その台を今僕実践してるんですけど、多分ね、番組史上始まって以来のね、多分ことになってますよ。ですね、番組始まる前だよ、まだ今始まってばっかだよ、まだ始まって5分ですけど、投資がですね6万9000円です。お、また、あ、台から言ったね、レバーで先告知。台から言ってる、台が、俺が言ったんだよ、キュンキュン。あ、で、店長が台からだ。やべえ、ちょっとスモモちゃん面白いじゃん。というか、スモモちゃん出玉速度速え。瞬時に350枚、今24ゲームなんで、速え。ああ、第3の音ありってもしかしてさ、キュインキュインっていうだけ。あ、またさ、なんで全部先告知なの、しかも59ゲームスモモちゃん、すげえ、すげえ、モモレン、スモモレン。
や、音楽は結構いいんだけど、うわガオン1リップ113ゲームガゴーン、あったー、食える食えるスモモ初登場、もったいない、せっかくこのお店来てるんだったらさ、おおほら今ガゴ言わなかった62ゲーム、モモレンすげえな、モモゾーンに入ったよ、モモレン、モモゾーン、おお箱まさかの箱使用、じゃあ本日実践の結果なんですけど、投資が10万5000円で獲得コインがこれです、1600円ぐらいですかね、10万5000円、はい、で何売ってたかっていうと、朝一から南国育ちのなんたらバケーション、はい、こちらのお店ね、それ南国がもうやっぱ全国的に設置がもうほぼほぼないような状況なのに入ってたので、それを打ちたいなと思っておりまして、でその台が取れるかどうか分かんないから朝早く来て、朝早くっつっても10時なんですけど、10時に来て10時20分ぐらいに取れたのかな、で10時20分ぐらいから打ち始めて、で、この放送が始まる頃に始まる時には6万9000円マイナスだったんですよね、だから6万9000円ってことは4万5000円使ったのかな、4万6000円使ったんですかね、そこから、全部合わせて、で、南国はもうダメだから、で天国一応ループしたんですけど、もうなんだろう、 ART 中に全然仕事ができなかったので、なのでもうやめて、じゃあまあ今回告知は俺に任せろということで、告知機種を打とうということで、すももちゃんZ、あー、すいません、お疲れ様です、あーす、いただきます、あーす、もう10万5000円使うと店長が飲み物くれるらしいっすよはい、まあいやいや、そんなそれはいいとして、でとりあえずすももちゃん打って、ですももちゃんも全国的にあんまり設置がないので、どんな告知なのかなと思って打ったら、店長最高じゃないよね、え、まあ、とりあえず飲みます、いただきます、辛い辛い、これ何、あ、ジンジャーエールね、でもジンジャーエールだけど大人のちゃんとしたジンジャーエールだからめっちゃ辛いんだけど、俺ジンジャーエール好きなのにさ、はい、まあいいや、で、すももちゃん打って、すももちゃん2000円で出て、で、911枚がすももちゃんで流した、で、その後、流したとトラッドの方に行きまして、でトラッドの方は、まあ、投資1000円で当たったんですけど、俺間違えて買い足しちゃってたんで、まあ、投資2000円でトラッドが705枚で、その後は、もう最後の方の流れで見てもらった通り、スマーメイドで一回告知を見せて、でビッグ引きたかったんでちょっと追ったんですけど引けず、でその最後まだ
時間ありそうだったので、超辛口、そうなんだ、超辛口だったんだ、そうそう、なので、最後花行ったんですけど、花も当たらず、6000円使って当たらずという結果になりました。で一応だから、なんだろうな、告知に関しては結構いろんな機械の告知をお見せすることができてて、特にスモモちゃんは僕も初めてだったんですけど、みんな打ってみたいというか打ってみたくなるような感じの、内容だったし、あとトラッドに関しては、まあ、自分好きだったんですけど、打ったことない方たちがあちょっと面白そうっていうふうに思ってもらえたので、そういう意味では番組としての役割というか、意味は果たせたのではないかなと